はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はまたエッティンガーシリーズですね。今度はエクスポートです。アルコール度数が 5.4% と若干高いです。エクスポルト、原産国がドイツ、原材料が麦芽とホップのみですね。あと説明が全く書いてない。1731年創業以来、ドイツで広く愛されている人気ブランドです。だそうです。ね、飲んでいきましょう。まあ、これはドイツではめちゃくちゃ安いという、話をね。500ml なんと22円。で、ドイツ、本場のドイツでは売ってると。いや、羨ましいですな。ね。エッティンガー、売りましょう。じゃあ、乾杯。あ、これはまだ、前回のに比べるとだいぶ味がしっかりしてますね。うん。うん。ちょっと水っぽいかな。ちょっと酸味がややありますね。まあ苦味もまあ普通ぐらいかな。このエッティンガー社、ドイツで第1位の生産量を誇るブランドだそうです。ね、これ山屋のね、ネットで買いましたけど。まあ山屋の店舗でも売ってますね。あ、このエクスポルトっていうのはピルスナータイプだそうです。まあ、エッティンガーピルスっていうのもあるんですが、ピルスよか、麦の香りが強く芳醇な味わいだそうです。濃いめで飲み応えありだそうですね。これ濃いめか？まあ、これで濃いめって言うと、かなりあれなんだけど、エッティンガー社自体がなんか、薄味っていうかまあ、ね、ドイツには珍しく、まあ珍しくないのかわかんないけど、ピルスナー自体もだいぶね、薄かった記憶があるんですけど、これでも十分、薄いっちゃ薄い。うん。薄いよな。うん。そんなに。うん。あ、ラガービールだそうですね。なんか見るところによると違うな。山屋のところでは、山屋のネットのところで見ると、しっかりしたラガービールですって書いてありますね。当初輸出向けに開発されたタイプで、アルコール度は、少し高めの 5.4 度となってます。ああ。うん。これ、レーベンブロイっぽいわ。まあ、今ね、いろいろググってたんですけど。あ、ライオンのね、ライオンが手を出してるやつね。ライオンのね、絵柄のやつありますけど。あれっぽいよね。味的にね。うん。どちらかっつうと、味が薄めのアメリカン、
ラガーみたいな感じはしますね、エッティンガー。うん。うん。ね。うん。まあ、正直、って感じですね。個人的にもうちょっと、苦味もあんまりないですし、うん。うん。うん。ある意味ちょっとあれだね。まあ、うん、まあ、普通なのか。うん、まあ、ドイツで、ね、生産量が一番多いメーカーだから、うん、まあ、あんまり癖がない方が売れるんでしょうかね。多分ね。まあ、飲みやすい。飽きのこない。味。チャージだけど、ちょっと物足りないな。これだとな。個人的には。あまり物足りる。っていう感じはしないですね。微妙。まあでもね、これがね、このエッティンガーエクスポルトじゃねえや、エッティンガーシリーズ、ね、ドイツではね、500ml のやつで、500ml 瓶で、22円で買えるっていうのはね、もう、一体どんのような条件、どういう料件なのかっていうのがね、非常に気になるところなんですけど、どういう生産、22円で採算が取れるのかという感じですけどね。取れるんですかね。取れると思えないんですけど、日本にいる限り。ねえ、だって日本で言っても、ねえ、これぐらいだったら200円しますからね。うん。これでも200円しますからね。その10分の1だから15分の1ぐらいなんじゃないか、値段的にな。おかしいですよね。ね、日本のビール会社一体何なんだ？ぼったくりか。まあ、多分その端数じゃねえ、大半が多分、ね、税率なんでしょうけどね。酒税とかね。税でなんか、ね、最近税もね、上がりましたしね。もうなんか、ぼったくりの税を、ね、考えやがって。ね、タバコ税とかね。タバコ税とかね。タバコ税もあるし。ね、どん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 なんか、ね、税でね、ぼったくろうみたいな。ほんと日本の政治家はクソなことをちょっと考えらん。考えておらんやつらばっかり。死んでしまえ。ね。これ微妙。微妙。値段的に見てもちょっとやっぱりジャパニーズの、ねえ、やつの方がうまいっすね。普通にキリンラガー買った方がいいわ。うん。別におすすめはせんわ。うん。甘みも普通だしな。香りが若干あるような気もするけど、まあ、多分気のせいだろ。なんか最近あれだな、ビールで、あれだな、いい評価のが出てないですね。なんか微妙なのばっかでね。3332で。まあ、これ三つ星つけちゃうとね、なんか、負けた感がするからね。二つ星だな、これ。ということで、ご視聴ありがとうございました。